宇宙で一番優しい神様、今日も守られていることに感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳光です。今日はですね、皆さん夢についてね、夢のことをちょっと軽く見すぎね、寝てる時に見るあの夢のことですよね。夢の話、ね、現代人であるあなた方は寝ている間に見る夢ね、軽く考えてますよね。ね、いいえ私はそうじゃないっていう人もまあ中には、いるんだろうけどもね、少数派ですよ。少数派ですから心霊的な観点からどんな夢が良い夢か、どんな夢が悪い夢なのかね、そもそも夢とは何なのかね、話していきます。ね、はい、あなたね、ちゃんと寝てる？寝てますか？ね、人間ね、年を追うごとにね、寝れなくなってくるっていう人ね、多いんだよね。ね、あなたもね、違います？ね、でもね、それね。霊的には正常なんです。ね。目を閉じてあっちの世界からエネルギー受け取ったり、今から話しますけども、ね、夢のお告げをちゃんと受け取れるんだったら魂はちゃんと守られるんです。はい、ですからね、4、5時間もうつらうつらできるんだったら魂は正常、ね、魂は回復する、ね、ほら睡眠時間めっちゃ短くっても元気っていう人さいるけどさ、ね、そういう人ってこれちゃんとできてるんだからね。でもね、現代人はね、あっちの世界ね、知らんぷりしてる人多いから回復のエネルギー受け取ってないし、魂も疲労するんよね、あれね。疲れちゃうね。夜寝たら寝れないしね、昼間はいつも眠いっていうのね。ね、これをいわゆる生気がなくなるっていうのね。しんどいっていう人ほら現代は多いじゃないですか。ね、多いよね。これ回復させるの断酸化の方なんだけどね。これはまた後でやりますけども、断酸化の方を知らない方は、概要欄にリンクが貼ってありますんで、そこから見ておいてください。はい。そもそも人はなぜ夢を見るのか。ね。これは大きく分けて2つあって。一つは自分が自分に見せている夢、これがいわゆる普通に夢って言われているものなんですけどもね。もう一つこれが何かっていうと、目に見えない世界からあなたにお告げがあってね、お告げ、自分の意思とかに関係なく見せられている夢なんです。いわゆる夢のお告げですね。なんで夢のお告げがあるかっていうと、ね、これいいですか？夢っていうのはね、体験なんですね。体験は言葉より伝わりやすいね。ですから例えばですよ、あなたの守護霊さんの中に地球外の、例えば地球外の別次元の心霊エネルギー体がいた場合ね、全く言葉なんか通じなくっても夢のお告げっていう形だったら時間も空間も飛び越えてパッと一瞬で伝わる。はい、例えば夢の中でねいつも同じ場所が出てくるっていうねそういうことってありません？ね、私がそうだっていう人ね多分いらっしゃると思うけどもね、それがあっちの世界とのコミュニケーションだったり、ね、例えば夢に動物が出てきたり、ね、中には、竜神さんとか、別の形で神の使いと分かる姿形で何かねそういうものが出てきたりするんです。ね、するとねこれね夢がコミュニケーションになってるんだよね。わかります？その夢にですよ意味を求めるのではなくて夢を見るっていうことでコミュニケーションしている。はい、それ自体が大事なんです。ね、だから夢を覚えてる時なんかいろいろねその夢について考えると思うんだけどね基本いいですか基本どんな夢も9割以上があなたにとってはね良い夢なんだよこれね基本ね。怖い夢だってね、そうなんですよ。事故とか災害とか、地震とか津波とかねほら起きてもまだドキドキする夢ってねそういう夢って見たことありません？ねあるよね。乗ってる飛行機が落ちるとかこっちに向かって落ちてくる夢とかもねそういうのもありますよね。中にはねゾンビに追っかけられてるっていうねそういうのもある。ね、でほとんどの恐怖の夢っていうのはあっちの世界が見せてくれた疑似体験なんだよねこれ。現実に起きること、現実に起きることを例え話でもって前もって予習しとくようなものなんですよあれ。ね、はい、ただその中に気をつけないといけないタイプの夢っていうのも中にはあるんです。ねアメリカでさある高校で銃の乱射事件っていうのがあった。ね、怖いね。でね犠牲者がたくさん出たんだけどその前に、黒いマントを着た怪物っていうのが出てくる夢を、その地域に住んでいる大勢の住人が見てたんだけどその犯人もねなんと黒いマントを着てたっていうね。偶然なのか集団幻覚かみたいな話だったけどもこれね大勢の人が同じ夢を見るなんていうのはねこれね間違いなく警告なんだよこれ。ね、あっちの世界が目に見えない世界からね夢のお告げで気をつけろ気をつけろってね伝えてたんだよね。で昔だったらさこういう時町のリーダーが大抵町のリーダーって勘の鋭い人だからね黒マントのギャングといえばあいつらだってねみたいに目をつけたんだろうけれどね今の時代ね今の時代だったら警官がみんなね同じ夢を見たからお前が怪しいなんつったらはあってなって逆にね警官が訴えられるよねこれね。だから今は夢のお告げみたいなのはね無視されがちなのよ。ね無視した方が人からねおかしいって言われないしさ安全だしさね。でもダメなんだよそれじゃダメなのね。はい、大抵の夢は良い夢だね怖い夢でもそうなんだってさっき言いましたけど、悪い夢っていうか気をつけないといけないのが、こういう複数の人が同じ夢を見る場合なんだよね、これ。例えば亡くなったおばあちゃんの夢を見たとするでしょ。ね。その3日以内ぐらいに家族の誰かがやっぱり亡くなったおばあちゃんの、ね、夢見たとか言うんだよ、それね。そういう時はね、本当におばあちゃんが何かを伝えようとしているわけ。ね。家族と夢の内容がね、違ってても、おばあちゃんがこっちに向かって何か伝えたいことがあるっていうのは間違いない。ね。何か悪いことを伝えようとしているのかもしれないし、良いこと。例えばね、お金のことだったら安心していいよってね、そういうふうに言ってるのかもしれないし、今は不安かもしれないけど大丈夫なんだよ、大丈夫なんだよってね、言ってくれてたりね。はい。守護の心霊神仏や守護のご先祖様がね、姿形を変えて出てくる場合だってあるんです。ね。家族でなくても同じ夢を見たのが知り合いだったり、外出先で夢の中で聞いたセリフをね、夢の中で聞いたセリフと同じセリフを外出先で小耳に挟んだり、ね、こうえって思うことってないですか？ね、こういう霊的な現象っていうのは別の場所で同じことが起きる。ね、誰かと同じ体験をするシンクロっていう形でこっちに伝わってくることが多いからなんです。目に見えない世界を通してね、私たちとこうやってつながってるっていう、これ証拠なんですね。ちなみにこういったね、夢のお告げのことを心霊学的には無獄って言います。はいね、古い言い方だと無号とも言いますけども、こういった夢のお告げ、ね、無獄を授かるため寝ることをね、受け入れって言って、ほら奈良に法隆寺って世界遺産のお寺ありますよね。あそこに国宝の夢殿っていうね、八角形の建物があるんです。ね、法隆寺っていうのは聖徳太子が建てたお寺ですけども、ね、この夢殿の中で、私が冒頭で言いました。目に見えない世界から見えない力であるエネルギーを受け取ったり、夢のお告げを受け取る、ね、受け入れを聖徳太子、あそこでしてたんです。だから、夢殿っていう国宝なんです。ね、つまり、断三観の法を実践していた。はい。浄土真宗の親鸞もね、真言宗の空海も実践してます。ね。ぜひあなたも良い夢見てください。ね。はい。それではこれからあなたがより一層守護のご先祖様に守られ、夢によっても守られ、夢によっても良い運勢に導かれ、あなたの運気が、あなたの人生が、どんどん良いものになりますよ。あなたの願いが先祖代々、遠い世代のご先祖様にも届きますよ。目に見えない世界から見えない力、素晴らしいエネルギー受け取れますよ。私からもエネルギーお送りしますので受け取ってください。では目を閉じて受け取ってください。断三観の法をご存知の方はこれから断三観の法を実践した後、再度これをご覧になるか、この後に断三観の法を実践してください。それでは始めます。はい。ね、現代人っていうのはね、夢を忘れやすいっていうのがあるんですね。これね、朝から忙しいからなんだよね。ね、悪い夢をよく見るっていう人は、ね、悪い夢をよく見るっていう人は、ご先祖様に、いつも守ってくれてありがとう、ありがとうございますってね。朝でも昼でもいいですから、目が覚めた時でもいいですから、手を合わせて挨拶を言ってごらん。ね、宗教みたいに朝の勤行とかね、お勤めとかじゃないんだよね。思った時に、気づいた時に、いつも守ってくれてありがとう、ありがとうございます、感謝するとね、悪い夢だと思ってたのが実は悪い夢じゃなかったって分かってくるし、見る夢もね、だんだん良い夢に変わってったりして、本当に悪い夢見なくなるんだよ。これだってさ、守られてるんだからね。はい、それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人池田方向でした。